こちらね、スナックボックスミクロ。レバレス、ついにデビュー。王じゃなくなってしまうのか、俺は。で、このね、ジャンクフードのスナックボックスミクロは、マイクロか。マイクロは、まあ、こんな感じでね、こんな感じでございます。めっちゃ光ってる。めっちゃ光っとるね。めっちゃ光っとる。で、これを、これね、すごい小さいです。で、中のデザインとかを結構簡単にカスタマイズできて、まあ、こんな感じにね、中の紙を入れ替えれば、こうやってデザインとかも簡単に入れ替えることができます。とりあえずね、コンボ。これね、やっぱ、あのね、真空波動コマンドが、やっぱりね、ちょっと難しく感じる。長年、レバーをやってきた人間からすると、やっぱね、結構違和感感じるね。やっぱこう、ステップもやっぱね、これ、やっぱ早くできるけど、俺やっぱ右手じゃないとやっぱできない。つい。それがね、真空波動はね、根性でやってます。やっぱね、むずい。ワンピー側はまだマシ。あー、そう、薬指をね、使うっていうのがやっぱむずいね。レバレスの先輩です、どうも。いや、マジでね、ちょっとむずいわ。できたらやっぱ全然違うんだろうけど、やっぱ下は簡単だね。下はマジで簡単だと思う。これね、真空がマジでむずい。真空コマンドがマジでむずく感じる。これやっぱね、出ないね。でかいね。結構、しゃがみからの波動が最初難かった。いや、これね、しゃがむっていうの、こういうこと？はい、今回はね、こちらのね、スナックボックスマイクロ。このようにね、結構デザインとかも自由に変えられるっていうのが、売りなのと、まあ、あとは、なんといっても、とにかく、ちっちゃい。なんで、持ち運びもね、すごい、楽です。めっちゃコンパクトです。まあ、そんな感じで、ぼちぼち、スナックボックスを触りながら、ワールドツアーをやっていきたいなと思います。